ありますし、あと新幹線の富士山見たことも一番あんたを調査しておりホットコーヒー、アイスコーヒー、オレンジジュース、お召し上がりこちらでございます。お決まりでしたらお声かけください。小さいオリーブは目の色が変えられます。ピンクとか茶色とか青色とか。はい、失礼します。失礼します。ピンクとか大変だな。搭載しているロボットではございません。私の仲間が遠隔地から操作を行っているわけです。今回の分身ロボットカフェのパイロットの中にも、今回30人という人数なんですが、その中には一番若い子で16歳の、女子高生があります。彼女は寝たきりで、福岡の特別支援学校に入院しているわけですけれども、彼女にとっては、ある意味人生で初めての仕事であります。その時にいきなり秘書をやりなさいと言われても難しかったわけなんですけれども、こういった方法を使って仲間と一緒に働けるカフェ、カフェがしたいわけではなくて、そこには受付であったりとか様々なものが含まれるわけですね。そういったところで働くのであれば、もっと体を動かない方々は働けるんじゃないか。これが、それがこの分身ロボットカフェのコンセプトです。こんにちは。なるほど。